独断と偏見に満ちたエースが連れていそうなポケモン参戦。アニメワンピースの登場キャラクターエース、彼がもしポケモンの世界にいたらきっとこんなポケモン連れていそうという独断と偏見に満ちたポケモンランキングを紹介していこうと思う。第3位、ムンナ。おそらく連れているというより勝手についてきそうなポケモンムンナ。エースはどこにでもどのタイミングでも眠ってしまうという体質の持ち主。夢を主食にするムンナにとっては最高の相手のエース。気がつかないうちに周りはムンナの群れが形成されていそう。第2位、グラードン。親父こと白ひげに最も似合うポケモン、グラードン。大地を作り出したという伝説を持っている。グラグラの実を連想させる地震を超高火力でぶっ放してくるだろう。なんとも頼もしい背中だ。毒性ひでりで晴れ状態にすればエースの火力上昇も見込めるね。エースが連れていそうなポケモン、流行る第1位はボーカザル。炎をまとう格闘ポケモン、ボーカザル。炎格闘タイプは多数いるが、やはりボーカザルがエースの相棒に一番合っているだろう。格闘タイプなので体術もこなせるのはもちろん、特殊技も多数持っているためエースのボーカザルは秘剣を覚えていること間違いなし。そして何よりエースとボーカザルが並んだ姿、かっこよすぎるよね。いかがだったでしょう。エースが連れていそうなポケモン参戦、しっくりきましたか。このキャラクターが連れているポケモンはきっとこんなポケモンなどなど、リクエストがありましたらぜひぜひコメント欄で教えてね。ではまた次の動画まで。